今例は、ラオス王国の軍人、政治家。ラオス内戦中の1960年、軍事クーデターにより、ウハ政権を打倒し、中立派プーマ政権の樹立に貢献した。その後は、中立派軍司令官として、ウハ軍及びサハ軍との戦闘を指揮。後に失脚し、フランスに亡命。今例は1934年、 フランス支配下のサワンナ・系とケンパラン軍の農家に生まれた。第二次世界大戦中はサワンナ・系ーで教育を受け、その時の教師の一人が後のサハ・パテート・ラオ幹部、シン・カポ・シコート・チュンナ・マリーであった。ラオス独立後、王国政府とサハ勢力が内戦を続ける中、1952年に王国軍へ入隊し、パラシュート部隊に配属。 1954年には、異例の若さで将校に任官し、北部において、不評部隊の一部を率いてベトミンと戦った。1957年からはフィリピンに派遣され、アメリカ軍からタイゲリラ戦の訓練を受けている。1958年に帰国すると、レイは精鋭で実戦の経験豊かな第2、パラシュート大隊の副隊長に任せられ、タイに昇格した。 しかし、同年8月、サハとの和平協定に基づく、第一次プーマ連合政府が崩壊し、ウハプイサナニコーン内閣が成立。これにより、サハパテートラアオは排除、弾圧され、内戦が再燃することになった。ラオス人同士の戦闘を憂いた婚礼は、同年新カッポと接触して、クーデターを提案するが、新カッポからは自制を求められた。その代わりに、 中立平和党の幹部ボンスワンナウォンとキニム・ポンセーナーを紹介され、その後ポンセーナーの政治指導を受けることになる。1960年4月の総選挙では、あからさまな不正により、右派が対象し、6月に、軍部右派、プーミー・ノーサーン将軍が実質権力を握る、ソムサニット内閣が成立した。これにより、左派との内戦が本格化すこととなり、 8月のクーデターへとつながった。1960年8月8日、ほぼすべての閣僚が、シーサワーアンウォン全国王の葬儀準備のために、オートルアンパバーンに向かい、首都ビエンチャンを留守にした。この気を捉え、今、例イイはクーデターを決行する。翌8月9日の早朝、600人の隊にパラシュート大隊を率いて、ビエンチャン郊外の仮中トンチを出発し、 わずか3時間で首都の使用期間を占拠した。対する政府軍は、数倍もの兵力数にもかかわらず、士気が低く戦闘技術もなかったため、抵抗することなく降伏するかメコン川対岸の大量に逃亡した。同日、コ今イは、反腐敗、外国の不干渉と、外国軍撤退、国際的中立、あらゆる国からの援助を受け入れ、の4項目の政策を放送した。 また、全軍に対して、パテートラーオ軍への攻撃停止を布告し、パテートラーオに対しては新政府への協力を呼びかけた。8月11日、コンデは大衆集会で演説し、ラオス人同士の争い、腐敗、外国人による支配の終止符を呼びかけ、国王に対してスワンナ・プーマ新能を首相に任命するよう要請した。ラオスの国民は、戦争に生みつかれており、 ビエンチャンでも学生を中心に庶民から熱狂的に歓迎された。また、ビエンチャンからの脱出途上にあったヌーハック等のパテートラーを幹部とも接触し、政治、軍事での協力で合意した。ビエンチャンの議会も8月13日、59人中41人の議員が出席して、万丈一致により、ソムサニット内閣の不信任を可決するとともに、 プーマの首相任命を要請した。14日、ソムサニット内閣は国王に辞表を提出し、国王はプーマに組閣を命じた。こうして16日には、プーマ第三次内閣が発足し、翌17日に、議員34人の満場一致で内閣を承認した。8月18日、コンデは、クーデターの終了を宣言した。ラオス内戦時の主要都市と、幹線道。 しかし、右派のノーサ作ン国防省は、故郷のサワンナケートに逃れると、直ちに今、例のクーデターに対する抵抗を開始した。アメリカとタイの指示を得て、8月15日には、旧ソムサニット政権の大多数と21人の議員からなる反クーデター委員会を組織し、戒厳令を布告する。8月23日、プーマ首相が農作ン将軍と会談し、一度は、 農ワ湾を内省として入閣させる連立政府の樹立で合意した。しかし、今令は農ワ湾の入閣を強く非難する声明を発し、さらに9月1日に農ワ湾暗殺計画の情報がもたらされたことで、将軍は砂湾ケ系統に引き返し、右派との衝突は不可避となった。今、例軍は初戦においてはパラシュート部隊に個中隊を持って、 パークさんの右派軍に古代隊を尻け、さらにサムヌア近郊にパラシュート部隊を投入して、中東軍を逃走させるなど、戦果を上げていた。このような状況した、アメリカは中立派政府への援助を停止して、圧力をかけ、さらにノーサワン軍への援助を強化した。これに対して、プーマ首相は、サハパテトラアオとの交渉を進めつつ、東側諸国に接近することになる。 10月7日にはソ連と国交を樹立し、10月13日にソ連のアブラーモフ新大使がビエンチャンに着任。10月27日からはソ連による婚礼軍への物資空輸が開始された。また11月1日、プーマ首相はラオスの政治的中立を施行するすべての政党、委員会、その他の機関を休合するため、自らを議長とする中立。 統一委員会を結成し、婚礼が副議長に任命された。そして11月22日、ついにレイの中立派軍と農産の右派軍が本格的に衝突した。しかし、アメリカにより支援された重装備の右派軍は、軽装備の婚礼軍を蹴散らし、ビエンチャンに向けて13号線を北上した。右派軍が迫る直前の12月8日、 ビエンチャン軍管区のクパシットアパイ大佐によるクーデター未遂が起き、一時は首都を占領されたが、翌9日未明に、コンレ礼軍はこれを退けた。12月9日、プーマ首相と閣僚はビエンチャンを脱出し、カンボジアに亡命した。12月13日、ノーサワン軍がビエンチャンへの攻撃を開始し、3日3、晩の戦闘の後、12月16日に首都は占領され、コン 米軍は北部へと撤退した。今、米と中立派軍は、ビエンジャンから撤退したが、12月22日には、パテトラオ軍の協力のもと、戦略的に重要な7号線と13号線の合流点を占拠した。さらに、ジャール平原の9000人の右派軍と9000人の門族ゲリラを排除し、1961年1月3日までに、これを占拠した。 ジャール平原は空路、陸路のいずれにおいても北ベトナム経由で軍事物資を受け取れる戦略的に理想的な位置にあった。以後、今令は平原東部の村落、カンカーイを拠点とし2月20日には亡命したプーマ首相を迎え入れここに政府を再建した。こうして東側諸国に承認されたカンカーイの中立派政府と西側諸国に承認された ビエンチャンの右派政府とに分かれ、内戦が続けられる。カーイにおいては、左派軍と中立派軍の統合が進められ、新たに、高等混成軍事委員会が設置されると、今例が、議長に就任した。さらに左派イコール中立派軍には、北、ベトナムを経由したソ連と中国の物資供給が絶えず、行われた。北ベトナム側の分折によれば、百六十一年の、 時点で、右派のオサワン軍が3万5千人の兵力を要していたのに対して、パテートラーオ軍が1万5千人、コン、レイ軍が4千人、プーマを支持した、ボンサーリー県知事、カムーアンブッパー大佐の部隊が1500人という、勢力関係にあった。やがて、それがアメリカの国際的圧力により、ラオス中立化の機運が高まってくる。ジュネーブにおいて、 国際会議が開催される直前、1961年5月3日をもって停戦が実行されたが、この時点で国土の3分の2がパテートラーオと中立派軍の支配下に置かれていた。ラオス国内においては、中立派の政治組織を強固にするため、1961年9月にプーマ新能を当主とするラオス中立党が結成され、コ婚礼が副党首に就任した。また、 停戦協定にもかかわらず、参加間における衝突は続いていた。一方で、サハスパーヌーン、中立派プーマ、ウハブンウムの三親王による和平会談が国内外において断続的に行われた。その結果、1962年6月にプーマ親王を主犯とする第二次連合政府の樹立で合意がなされ、さらに同年7月のジュネーブ会議において、 ラオス中立に関するジュネーブ協定が締結され、ラオスの国際的中立が承認された。しかし、ジュネーブ協定の結果として、1962年11月には、ソ連による中立派軍への空輸は停止された。そこで、プーマ首相はアメリカによる物資供給に頼ることになり、これは、パテートラオーを及び中立派内のサファグループから批判された。とりわけ、今 例の右腕であり、アメリカとの物資供給に関する合意を取りまとめた、参謀総長決算ナーウォンスワン大佐が批判の、矛先となった。撃墜された、輸送機と同型の C-123B1962 年11月27日、シエムクワーン飛行場の南西3.5マイル地点において、中立左派、ドゥアンスンナラート大佐の指揮下の対空部隊が、 エアアメリカの輸送機を撃墜する事件が起きた。ケッサナー大佐はこれに関与した人物を逮捕しようと、したがパテートラーオに阻止されてしまう。翌1963年2月12日にはケッサナー大佐が暗殺され、今令は容疑者を逮捕するとともにパテートラーオ幹部とドゥアン部隊の中立派領域への侵入を禁止した。同年3月半ばまでに 中立派の分裂は決定的となり、ドゥアン大佐は敗下の部隊と共に中立派を離脱し、これにポンサーリーのカムアン大佐が合流して中立左派、愛国中立勢力を形成した。1963年3月31日、ついにコン、霊軍と中立左派軍の間で軍事衝突が勃発し、4月1日には中立左派と見られていたキニムポンセーナー外相が、 結佐ナー大佐の報復として暗殺された。以後、ビエンチャンは暗殺の連鎖となり、身の危険を感じた、サハ閣僚は、ジャール平原に脱出した。ここに、第二次連合政府は事実上崩壊する。4月20日、支援区ワーンの飛行場が、中立サハ軍とパテトラーオ軍に奪われた。その後もコン、霊軍は、撤退を重ね、 やがてジャール平原の西側3分の1の地域に押し込められた。さらにコン、レート、ブーマが進めた、ウファ政府軍への請求な統合が、中立派軍内の反発を招くことになった。1964年4月には、数百人の兵士が離脱し、5月16日には、コンレイ軍11個大隊のうち6個大隊がドゥアン、派に離脱した。5月中旬、コン、 霊軍は、ジャール平原において、パテートラオ軍の総攻撃に遭い、生誕の無安水を残し、全域を支配されるに至った。1966年11月24日、今レは、中立派内の権力闘争で失脚し、フランスに亡命した。亡命後も、中立主義に基づく政治活動を継続したが、政治的影響力はなかった。 1975年の人民共和国の成立後、今令は中立ラオス人民の抵抗革命運動を設立し、1980年代初頭には中国南部において反政府ゲリラの訓練に当たった。しかし1983年末にはフランスに戻り、後にアメリカへと移住した。晩年はフランスで過ごし、2014年1月17日に、 パリの病院で死去した。ボイスオブアメリカラオニュース、http コロンスラッシュスラッシュラオドット .boanwss.com スラッシュコンテントスラッシュ kong-le-obit スラッシュ1835897ドット html ラオ試験級の山田の D ヒコは、婚礼の出自をラオルムの一派、プータイ族と記している。山田 第四節用語。ポーランドの外交官、マレクテイの説明として、ラオトゥンとも伝えられている。木村、83ページ。ラオス史研究のスチュアート・フォックスは、ラオルムとラオトゥンの根欠としている。スチュアート・フォックス、173ページ。ABCDEFG 木村、83ページ。AB 山田、第四節用語。右派政治家、 シスークなジャンパサックによれば午前3時に出発。シスーク186ページ。AB オヌマ255ページ。木村82ページ。オヌマ256ページ。プーミー194ページ。オヌマ254ページ。スチュアートフォックス173から174ページ。プーミー195から204ページ。 ABC スチュアートフォックス174ページ。ABC DEFGHIJKLMN 山田第一節ラオス内戦士年表。シス区、ク192ページ。スチュアートフォックス175ページ。スチュアートフォックス176ページ。スチュアートフォックス P66P167 シス区、ク199ページ。 AB スチュアートフォックス178ページ木村88から89ページスチュアートフォックス P167 木村98ページスチュアートフォックス184ページスチュアートフォックス193ページ ABCDEFGH スチュアートフォックス195ページエアーアメリカ フェアチャイルド C-123 プロバイダーズ、スチュアートフォックス196ページ、スチュアートフォックス203ページ、スチュアートフォックス204ページ、スチュアートフォックス225ページ、AB スチュアートフォックス P168、ありがとうございます。